南アルプス号 JR バス、関東担当便南アルプス号、京王電鉄バス担当便南アルプス号、稲バス本社営業所担当便南アルプス号とは、かつて東京都と長野県稲市とを結んでいた中高高速バス路線である。この項目では2013年9月14日より運行している中央本線地の駅林道バス営業所を結ぶ路線バスについても記述する。 JR バス関東では、支店ごとの独立採算性を重視しており、稲支店においても東京発の高速バス路線の一部を担当していたため、営業便による東京支店までの乗務員を送り込みという目的も兼ねて開設された路線で、開業当初は JR バス、関東のみの会員制バスであった。JR バス関東としては、東京駅松本バスターミナル間の松本号以来、 久しぶりの中央道方面かつ JR バス、関東エリアで完結する高速バス路線であった。定期化後も沿線自治体からの増便の要望はあったが、乗車率がさほど高くなかったため、JR バス単独運行の期間は増便されず、沿線2社の参入により1日4往復に増便されたが、2007年には1日3往復に減便された。 2009年7月31日の運行をもって廃止。利用者数を1日平均30人ほどを見込んでいたが、開始当時から利用は少なく、2005年に杖月峠を越えるルートを稲市内や南三輪村、三輪町を回るルートに変更したが、1日平均11人ほどの利用にとどまっており、JR バス関東では年間3000万円の赤字となっていた。 京王電鉄バスが参入している、中央自動車道経由の高速バス路線であったが、JR バス、関東主導の路線のため、中央高速バスには含まれず、ハイウェイバスドットコムでの予約もできなかったが、JR バス各社が運営する、高速バスネットでの予約が可能で、ネット割りも適用されていた。稲里、千流層、道の駅南アルプス村、高島桜ホテル、 松島、伊北インター前に高速バス利用者専用の無料駐車場を用意していた。2013年9月14日より、中央本線地の駅から南アルプス北沢峠の長野県側玄関口となる林道バス営業所まで、期間限定で運行している。中央道支店が担当。2014年以降は7月中旬から11月、上旬の土曜休日に運行されるほか、 8月上旬は毎日運行となる。1日1往復で、地の駅で特急、あずさに連絡する。地の駅、線流送管を1時間30分で結ぶ。林道バス営業所から南アルプス林道バスを北沢峠まで利用すると、日帰りでも2時間強の滞在が可能となる。運行開始当初は途中バス停をすべて通過していたが、JR バス、 高遠線からの乗り継ぎが考慮されて、高遠駅にも停車するようになり、2016年からは、森や山和山客への需要を見越して新たに、杖月峠、森屋登山口にも停車し、南アルプスジオライナーと名付けられた。センルースを到着時には、センルー柳層の入浴、食事割引券が配布される。南アルプス号 JR はス関東単独運行の、ろ。 ありがとうございます。